はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員忽澤亮司でございます。ここ数日のですね、枝野幸男のあの行動なんですけれども、まああの10月31日未明、立憲衆院選敗北確定、まああの議席を減らした、なんかね、あの執行部はまさか減るとは思わなかった。共産党との共闘パワーで110議席からもっと増えるって思ってたらしく、腰抜かすほどたまげたみたいなんですけれども、そんなわけいかないですよね。11月1日枝野幸男テレビ番組で、橋下徹いつも責任責任って言ってんだから、政権選択選挙と言って負けた枝野さんがここで代表を辞めないんだったら何の責任を負ってるんですか。枝野、私どもが追及しているのは不祥事、まあ、あの責任責任って言ってるのはあの自民党の不祥事についてだって言ってるらしいんですけど、立民は私一人から100人超えるところまで作り上げてきた、この路線で前に進めばいいと思います。まああの責任取らないっていうことですかね。橋本、多様性と言いながら全然顔ぶれが変わらない、一旦引いて新しい顔ぶれで選挙を戦う考えはないんですか。全然顔ぶれ変わりませんね。執行部ね、民主党時代枝野でしょ、あの福山でしょ、蓮舫でしょ、落選したけど辻元でしょ、長妻でしょ、あそうそう、あの今日金町で、長妻、中野区の長妻がですね、応援演説に来るなんつって、あの立憲議員があの早くから客寄せ、しておりましたけれども、そのね、あの立憲のあの候補を男性なんですけど、40歳ぐらいかな、おばあちゃんにですね、共産党とのあの共闘について詰められてました。いろいろとなんか糾弾されておりまして、しどろもどろで言い訳しておりました。おかしいなーと思いながら、まあ挨拶はしてご健闘をお祈りしますって決まり文句言って来たんですけどね。それに対して枝野、民主党政権の失敗は経験のなさ、逆に私どもはあの時の経験がある、それを生かして政権を回していく、これが私の責任だと思います。敗戦の責任、それは私の責任ではない。選挙に敗北したこと、それは私の責任ではない。経験を生かして政権を回すことが私の責任である。これこの答えからすると全くね、代表を辞任する気はなかったんだな、11月1日の時点ではな、ということがわかります。つべこべ言って、2日ね、2日枝野が連合本部を訪問。これ確かお茶の水にあったと思いますね。20回ばかし抗議凱旋、かけた覚えがあります。連合会長、共産党との共闘で連合組合員票が行き場を失った、怒られてますね、枝野…その夕方代表辞めます。これ連合に見放されて、代表辞めますって言ったのには言ったんでしょうね。だって言うこと違いすぎもんね。テレビ番組では辞める気全然ねえっていうようなことを言ってたのね。枝野はですね、連合の遺留にですね、まあ、辞めなくてもいいんじゃないのっていう一言に一縷の望みをかけてたんですけれども、だがしかし安住淳が過去にこんなこと言ってますね。連合の支援より共産党のリアルパワー、力こそパワー、モーニング朝、真夜中のミンナイツ、腹痛が痛いと言ってですね、連合をこけにしてバカにして顔泥塗りまぐりだったあのに、枝野甘いですよね。自分が連合に優しい言葉をかけてもらえるなんて思ってですね、訪問したんだと思いますけど、枝野甘い、甘すぎる、ソスイーツだと思います。ここは原点に立ち返ってですね、日本社会党で党名変更して、まあ新規やり直ししたらいいんじゃないかと思いますけれども、
連合はですね、景気良くして労働者の給料上げたいんだったらテレビ改革党を全力で応援しろよって思うんですけど、私どもはですね、いろいろ力を得たら景気良くなると思うよ。外国に垂れ流しの援助なんか全部やめてね、ストップしてね、そんなことやってる場合だかって、日本人助けろよって言ってですね、景気良くなると思うんですけどね、立憲の衆院選公約は変えようだった。これね、2009年の政権交代の焼き直しであります。あん時と同じことを言ってたんじゃ芸がねえから変えようって、言うことにしたらしいんですけどね。まあこちらポスター、変えよう、政権交代と中身同じですよね。なんか変化を望む人は投票してみたいな感じですけれども、ネットの反応です。自らが辞めることで公約達成、まあ、変えよう、代表を変えようってことですかね。海洋、これ鳥越慎太郎が都知事選の時に海洋って言っちゃって、評判になった。やればできるじゃん、まあ、代表を変えようってやればできるじゃん。初めて公約守ったか、変えよう自分を。代表変わっても体質は変わらんけどな。政権ダッシュする前にネクスト総理大臣辞職か。それも作ってたな、ネクスト内閣なんつって。法務大臣が有田芳子なんていうめちゃくちゃな人選。法務大臣有田芳子なんかにしたらたまったもんでねやね。シーカズを俺は辞めない、無様にしがみついてほしかった。後任が気になる。ネタの宝庫小川淳也が代表になり、さらなるお笑い路線に期待していると。立憲代表選挙にいち早く名乗りを上げた小川淳也の過去発言なんですけれども、日本に住む世界市民として朝鮮学校無償化を、言っちゃってました。枝野以上にちょっと頭のネジがぶっ飛んだやつみたいであります。ネットの反応です。立憲共産党の党首にふさわしい逸材じゃないか。だったら世界から費用集めたら、世界市民なんだからね、無償化の費用を世界から集めるか、そんなにかわいそうって思ったんだったら自分で出しゃいいんじゃねえの、ポケットマネーでね。なるほど、わかった、お前が代表でいいよ。もう投げやりですね。枝野は目立たないようにコソコソやってたから、次はこいつで頼むと。こいつだったら悪事いい悪行三昧丸出しにしてくれて、わかりやすくてこっちも攻めやすいんじゃないか、というような意味でしょうか。枝野が辞めたらさらにやべえやつが出てくるとか、対立候補の家まで押しかけて圧力かけた人でしょ。こいつね、今回の衆院選で受かってんですけど、当選してんですけど、対立候補のね、維新の人の家にまで押しかけて、候補の父ちゃんに自我談判して出ないでもらえませんか。あなたが出ると私落ちちゃうんですって、自分勝手な理屈をですね振りかざして、なんですかね、そんなの民主主義にあるまじきことでないですか。立候補したい人に圧力かけて出さないようにするって、こいつ民主主義の敵ですよね。敵ですよね。今回当選したんですけれども、まあ、そういうことする基地がいったから、コアな活動家の受けはいいんじゃね。頭おかしいですよね、小川淳也。はっきり言って。本当に頭おかしいと思いますよ。でね、候補の父親もですね、なんか口八丁手八丁に騙されて、うん、なるほどな、なんて一時思ったらしいんですけど、まあ候補者、息子さんの説得で、何言ってんだ、小川はって、後ほど激怒したらしいんですけどね。拉致問題に朝鮮学校が関与していた事実はどうするんだろうか。予備校とか自動車学校とかが無償化にならないのと同じだぞ。日本に核を打ち込むと宣言している国の学校だぞ。いうような意見がありました。世界市民って
一体なんだ、疑問がありますんですけど、私、世界市民って一体何、定義は何、これは無国籍人っていうことですかね。アナーキスト、つまり無政府主義者、俺は自由にやりたいんだ、のたれ人でもほっといてくれ、そういうね、アウトローなやつなのかな。日本より世界を優先すんだろう、世界市民だったら。日本国民じゃなくて世界市民名乗ってるやつは日本よりも世界を大事にすんだろ、じゃあダメじゃん、日本人の、日本の政治家としてダメだろって私思うんですけど、朝鮮学校はですね、国が学校と認める基準を満たしてないんですよ。で、各種学校っていう基準に入っております。私塾と同じなんですね。ここを無償化すんならですね、学習塾とか英会話の塾、お料理教室も無償化しないと不公平だしおかしい。法律変えてね、菅総理にですね、こいつね、こんなこと言ったこともあるんですよ。人は出自で規定されるって言い放ってですね、橋本徹にですね、こいつは危険って言わしめた逸材。本当に頭のネジがぶっ飛んでるやつ。これ変えられない性質で人間を区別するっていうのは差別主義者そのものですよ。例えばですね、あいつは共産主義者だから、仲間に入れないっていうのは、これは共産主義っていうのは自分で変えられる属性ですから、これはいいんですよ。これで区別するのはいいんですよ、自分で変えられるからね。ところがですね、あいつは日本生まれだからとかですね、あいつはどこそこ生まれだからとか言って、その本人には変えられないじゃないですか、その事実は。そういうのでですね、区別するの差別って言うんですよ。人は出自で規定されるって、そんなね、出自なんか本人は変えられないんだから、本人の努力ではね、それで区別するって本物の差別主義者小川淳也だと思います。まあ北朝鮮の匂いがプンプンしますね。北朝鮮はですね、人民をですね、成分っていうので分けてんだって。第一成分、第二成分、第三成分、第四成分第一成分がやっぱ一番偉くてですね、北朝鮮の建国に尽力したみたいな、まあいわゆる貴族連中ね。第二成分はまあ普通のサラリーマンぐらいのかな。第三、第四ってなるとまるで奴隷の扱い、それで規定してるみたいなんですけど、これの北朝鮮の匂いがプンプンしますね、小川淳也からはね。法律無視して朝鮮学校無償化と言ってるし、まあそういうことなんでしょうね。こういうね、丸出しのやつが立憲代表になれば、立憲が消滅する、社民党みたいに消滅する期間が加速していいかもしれないですね。まあ誰が代表になるにしてもですね、共産と共闘しちゃってて、唯一最大の支援者、連合の機嫌損ねた立憲に未来は全然ないとは思いますけどね。では共産党は立憲との共闘どう考えているのかというと、シーカズを誰が野党共闘をやめさせたがっているのか、自民党とその応援団の一部メディアだ。それは共闘の威力を証明するものとなっている。共闘を妨害するのは自民党界隈と、こう言ってるわけなんですけどね。自民を出しにして絶対話さないつもりらしいですよね。さらに共闘はですね、さらにですね、こんなことを言うんです。共闘は全国至るところに根を下ろしている。後戻りはできない、もう絶対話さない、絶対にって言ってますよね。ネットの反応です。完全に首輪はめに来たな。立憲民主、逃げ場失ったな。もう逃げられないぞ。むしろ続けろ。立憲を乗った時、満々。自民の応援団は共闘して欲しがってんだろうね。自民支持だけど、共闘大歓迎。解消するとか言わないでね。自民支持者は合併してくれって思ってるだろう。
共産党が候補下げたおかげで当選してんのに逃げられると思ってんの？共闘して当選した人はずっと絡まれる。簡単に話してくれるわけがない。共産審判がすでにツイートしまくってるよ。誰のおかげで当選したんだ、あーこらってだそうであります。共産党の毒はもう立憲の隅々にまで行き渡っているというような意見ですね。立憲若手がですね、保守票が逃げた、共闘のせいでって言ってるらしいです。中堅がですね、共闘継続なんてありえない、もう終わりだとか言ってるらしいんですけどね、立憲ね。共産が候補を引っ込めてくれたおかげでギリ当選できた議員は共闘がいいなって言うんじゃないですかね。立憲内部でですね、共闘中止派と継続派で内ゲバ開始不可避ですね、これ。内ゲバすると思いますよ。まあ、争え、もっと争えって感じなんですけど、うまーくくすぐればですね、両派が割れて、立憲真っ二つに分裂するかもしれないですね。共産好き好き党と、共闘拒否党にね、共産好き党、共産に吸収される可能性もある。で、共産党が、一時的に勢力拡大する可能性ありますけど、まあ支持者が、その人に投票した有権者が共産嫌いなんで、すぐに衰えると推測いたします。共産好きな有権者なら、共産党に投票してもんね。この共闘を国民はどう見てるかというとですね、共同通信調査、共闘を見直した方がいい。61%、3分の2ですか。続けた方がいい。32%、全くですね、共闘には反対だっていうのが絶対安定多数で勝ってますね。ネットの判断です。やめろよ、間違いだって気づいちゃうだろう。共産党が逃がさないだろうし、これは止まらないだろう。当事者の立憲と共産が一定の成果を得たつってんだから、ほっといてやれよ。まあ、これは書き込んでる人のほとんどは、あれでしょうね、共闘を続けさせたがってますよね。今日は胸が痛くてですね、なんか傷は背中なんですけど、ちょっとその傷のですね、真ん前の胸の肋骨がちょっと炎症を起こしてるらしくて、痛くて、歩くのもゆっくりになっちゃう。今日は金町って選挙活動、葛飾区の金町か、してきたんですけど、ゆっくり歩いちゃってですね、ちょっと演説動画もちょっと載せたんですけど、頬が焦げてる気がいたします。連合が手を引けば選挙は共産党頼みになり別れられなくなると。ポスター貼りとか事務所版とかですね、チラシのボランティアとか人数いるやつが全然出なくなりますんで、したら共産党員さん人員出してもらえませんか、なんていうことで共産党から離れられない。共産党の協力がないと選挙もできなくなるってことですかね。自前でボランティア10人ばかし用意できる議員はいいですけど、すでに手遅れだからやめる必要はない。すでに手遅れだよ。続けた方が良い。32%。狙いで続けたら？ 32% もあったらいいじゃんね。ね、支持率 3% の立憲からしたら見たら、同じなんじゃねえの、これ。続けた方が良い。32% には、自民支持者が相当入ってんじゃねえのかな。だってその方が自民党に有利ですもんね。どう考えてもね。こいつらが、公安監視対象と協力し合ってる連中ですって、立憲を罵倒できますしね。気が早いメディアは、来年夏の参院選一人枠の共闘記事にしてるが、少なくともそれまでは続けてほしいなって思います。参院の一人枠っていうと、人口の少ない県ですね。香川、高知、滋賀、三重、鳥取、島根などが一人枠でした。私もですね、6枠あるですね、一番多い6枠、東京選挙区で
出馬する予定であります。来年夏の参院選挙、前回の6年前の当選者、5年前の当選者は、蓮舫、立憲、112万票、中川雅治さん、自民党、88万票、竹谷俊子さん、公明、77万票、山添拓、共産党、66万票、朝日健太郎、自民、64万票、小川敏夫、立憲、51万票、こういう風になっておりますけれども、勢力は、自治公、立、共と、左右真っ二つになってますね。三、与野党真っ二つ、三ずつね。まあ、公明は右じゃないから、右派劣勢ですよ。6枠あったこの、自治の2枠しか右派がいない。なんとかならんもんかな、なんて、思います。とりあえず私、来年の参院選、夏の参院選に、出馬予定ですんで、その時は応援、支援、宣伝、よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。いてて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 。デトックスジャパン。いてー。